和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたもそんな和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。今回は和歌山県伊都郡葛城町上天野にある神社、丹生姫神社をご紹介いたします。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道、その紀伊山地の入り口にあたる標高 450m にある天空の里であります。紅葉が今最も美しい丹生姫神社、それではお楽しみください。動くもんね。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。